ほら、行くぜそーりゃ全然ンズンポイポイの喧嘩ラジオ Z! お、なんか今日は優しい、なんか優しめな感じおはようございますなんかドッキリみたいでいいですねじゃああれですね、じゃあちょっと歯磨き粉飲んでいきましょうね,ね <laughs> これを食い かねえネオキドッキリアイドルがねこれで歯磨いて。かねえネオキドッキリ。え？ね<ん>？ちゃうやんけ。ね<え>？加藤ミリガンの部屋やんけ。何してんの。いやいや歯磨き粉でもテやんけ。加藤ミリガンの。行くの匂い。行くの,の歯磨き粉やんけ。<laughs> これ。なんやねんいいやん。ミリガンえはミリガン千円ぐらいのあの歯磨き粉買ってるからね。歯磨きを使ってるのか。<laughs> めっちゃ高いやつやん。<laughs> めちゃくちゃ高い高い使ってた。いっぱい使ったったわい。あ、使ったんかいすなわしはそんなん買うしようもないのすいません。自分、そんでした。い完全なね、スロースターターということでね。そうです。ケンカラジョ Z ット第141回。第141回ですね。ということでございましてね。はい、今日はね、皆さんがね、実はね、 え、各々それぞれの場所からお送りしているスタイルとさせていただいております。はい、そうです。そのスタイルでございます、今日は。はい。ということは、え、ここから発表があるということでございますな。はい。じゃあ、太郎さん。なら、はい。どちらから来てますかはい。今日僕は、あの、日の国から来ております。火の国はい。日の国といえば、何ですか あのー、なんかやたら炎が燃えてる国があったんで、ちょっとそこで今、あのごま行みたいなしようかなと思って。え、その、何かの場所とかでもなくな,なく火の国です。はい。火の国です。<laughs> あえそ、え、そんなあかんのんちゃんあかんのんちゃう <laughs> 普通に太郎さん。<laughs> ちょっとっ怒る人怒るんちゃう <laughs> あかんのんちゃうって何すかえ <laughs> あかんのんちゃう あなたも情報持ってないし、こっちも情報持ってないからさ。あかんこと、れ、あかんやつじゃないの僕、あかんことしてます。あかんこと。いきなり一人目から禁じでしたら、一人目からアルコピースさん出てくるみたいな感じやん。あかんよ。そういうの最後や、絶対、禁じ手使うの。こんなん、受けても通らないやつですかそうよ。受けへんし。受けてもないから、これ、あかんよ。ウケてもない、あかんやつ。ちょっとあかんことしちゃったけど、の国で、ちょっとあの、今、サウカとか好きじゃないですか。 押し通すいっ一ん押し通していきます。すいません、カードがもうじゃあ、タブさん、押し通すって言ってもらっていいえ、僕言うんすか押し通す人はそれで言ってもらうなきゃは。はい。押し通す。ありがとう。何これ。じゃ押し通したということで、もうこれで聞きません。はい。説明します、どんな感じのやつとか。あの、すごい火が燃えてて、熱い。そのね、年が年中お祭りをやってるんですよ。 もう、火松をやってて。今日はそこに参加させてもらいに来ました。あうなかったっけ、そんな火の国みたいな。ドラクエの。いや、まあ。剣作ってるとこ火の国じゃなかったでしたっけそんなんは覚えてないっすけど。まあ、イメージで行ってんねる。あの、ワンピースのワの国の,あの今なんかお祭りしてるじゃないですか。あのイメージでいってくれるわ。<laughs> え、むっちゃ祭りやんじゃん。<laughs> 今年は祭りも行、ね、けなかったからね、ちょっとこれぐらいさせてください。ねええ、はい、はいね。じゃあ、禁じてはこれで終わりということでね、はい、皆さんじゃ次確実にハゲてますよね、今太郎さん。そうそうちょっとね、そう寝ぐでるよね。確実にとね、てるよね。ハゲてますよね、最近。ハゲてるよ。自分、どうしよう。なんかね、M1 <laughs> のホームページに載ってた写真もなんか、 太郎さんずっと緊張してるしね。<laughs> 別にあんな顔してたらおもろならんやろ、絶対。嫌なあの顔。ええ顔してたよ。練習の時は顔見られんからさ、俺一人でいろいろやるから。あんな顔して俺の話聞いてたん。<laughs> 緊張してるやん。<laughs> たまたま、じゃあたまたまあんなそこ抜粋されただけであってね。爬虫類みたいな顔してたな。誰なあの顔、俺は。 あんな横よこったら嫌やもんだって見てくんやるずっと俺の話聞きながらレプヤクザレプヤクザなんか絶対お前大勢戦や鉄砲玉で終わりやろそんな。レプヤクザなんかまあまあ火の国からね火の国からはいやったすみません汗かきながら頑張ってくださいはいありがとうございます じゃ今日もハイボール飲んでるギャルさん。はい。ギャルさんはほんの不良やな。不良や、不良ボーイや。不良ボーイ、今日は。えっと、ホローバスティオンから。ホローバスティオンまちょっと、いついになったのの国とは打っってて変わ横文字何ですかどこ何ですかあでもホローバスティオンステージ。ステージってことはあれか。ゲームか。 えっと、あんねだ、スマブラスマブラさ<ー>おお。そんなステージあんのついに、えっと、どこやろうついに、うん、今最新作。まあ、結構あったんですけど、<ー>最新作のスマブラの最後のキャラがこの間発表された。お<う>お、誰キングダムハーツの。おお、ほうほうほう。 ほうそのステージです。ズンズンポイポイ太郎そしてズンズンポイポイザオノキングダムハーツ知識ありませんやったことないんですよ、本当に。太郎さんのね、もう絞り出したほうが虚しく空に浮かびました。ほぼなんですけどねすいません。 初代のキングダムハーツはやりました。ちょっと頑張って。<と>出てます、すそいつ。はい。その、そのステージのや話とか出てる初代、一番最初のやつ。たぶん、ホローバスティアンは出てるような。俺もちとあ、出てるか。ちゃんとやっか微妙な,感じなそっか,か。そ <laughs> <laughs> っと、もう、僕らがわからないのやめてもらってもいいですか <laughs> ギャルさん、1個で聞くわ。<laughs> はい、押し通す、それ。押し通す<し>やねあし。じゃあ、押し通すって言ってもらっていいですか。押し通す。ありがとういや何やねん、それ。え別にそっち側にもそっちのやつは。全然寄せてない谷村慎司であの答えるっていうのやってる全然わからん、わからん。ありがとうってやる、あの人。<laughs> いや、いや、そう言うよ、あの人。<laughs> そう谷村慎司やったの。今はじゃあもう、すでに2組が押し通してるということでね。<laughs> はい。 まあまあまあね、そういう日もあります。俺が何とかせなあかんな、こうなってくると俺が何とかするしかない。大看板の小野が動きます。よ、聞いてください、太郎さん。じゃあ、小野さん、大看板の小野さん、今日はどちらからお茶ランド。聞いお茶ランドからお送りしてます。これ、これ、あの、なんか賞レースのグループやったらクソグループやで、ここ。 変なやつ押し通すやつ出てきてまだあの世界にないお茶を作ってる国ですちょっとまたお茶ランドちょっとこれはすごいぞそれはもしかして押し通すんですかちょっとじゃあいいですかね僕はい言しまっていいですかはい押し通すありがとうお,お茶ランド ま,あ皆さんまだね、あの、リスの皆さん、まだ聞いといてくださいね。<laughs> はい。やったら、こっから聞いてください。はい。こっから始めてもらっても全然いいんでね。<laughs> お茶ランドでお茶、おいしいですかお茶ランドのお茶ですかああ、おいしいです。あの、その、センブリ茶とか、あれ、罰 <laughs> ゲームで使われるじゃないですか。<laughs> はい、センブリ茶、そうですね。意外とセンブリ茶うまいっていうね。飲んでみたら。あそうなんです。うん、なんか、罰ゲームのあの、あの苦味がうまいっていう。はい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 。あ、<う>ちょっと、ほんまの話してまいそうやねんけど、いい どうぞいいですよ、僕、センブリ茶が、あの、はい、いいトもとかの罰ゲームで使われる前から、うん、あの家で飲んでたんでね、センブリ茶。<laughs> ああ、はいはいはい。だから、あれ、体にむっちゃいいから、お母さんそういうのむっちゃ好きやからさ。はいはいはい。結構早い段階でセンブリ茶飲んでました。<laughs> だから、あの罰ゲーム、俺、一回も笑ったことないね。<laughs> いや、飲んでるしょ、俺、と思って。<laughs> 怒ってたほうやから、俺。怒ってた際だよ <laughs>、まあ。まあまあ、そういう人もおったやろうね、そらね。 美味しいしあれは多分だからむちゃくちゃ渋くしてんねやろな、その。わざとね。うん。だ,だからそんな言い出したらたぶんすべてのお茶は別に罰ゲームにできるわけやからね。あの、ガッツリやったらななんか。なか、トクと,とかが罰ゲームかもしれんね、ほんま。そのうちな。はい。ジャスミンティーはえ、ジャスミンティーはね、今僕が飲んでます。<laughs> ジャスミンティー好きやな、最近。<laughs> ト,トイレの匂いが好きやから、さ、俺。<laughs> <え>ジャスミンでトイレの匂いやんか。<laughs> あ<の><え>あ、まあまあ、なんか。 トイレのニュ口ん中入れたいからさ。何なのそういうことしてるわ、日々。ベンジョマンや。覚えておいてくれ。俺、変態リッチギベンジョマンやからな。といてく変態リッチギベンジョマン。人,人間革命、変態リッチギベンジョマン。お、アニメかけてはい、決定です。この冬、アニメかけてアニメ決定、人間革命、変態リッチギベンジョマン。超面白そう。<laughs> 全245は、ずっと俺が。全245は。全245ははい。ほんまに革命やんけ <laughs> でもなんか分からんけどボケでさ第、いきなり始まってる、第1話じゃんけ、第250話とかから始まりそうやな。そう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 。んボケて。おもんな。おもんない話しかしてへんやんけ、始まってっ。<laughs> いや、おもんな。え、というわけでございましてね、皆さん、今日はね、押し,し通しということで、押、はい、し通していきましょう。 押し通しなが、えっと、ケンガラジオ Z 第141回ということでございました、ね。Z 回をお楽しみください。さあ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 何かありました。はい、あ,あのー、応援してくださった方ありがとうございました。M1 の方が2回戦で我々無念の敗北となりましたね。そのねちょっとくねってあれですけど、押し通せなかった。<laughs> 押し通せなかった。押し通せなかったんですよ。あのー あんな辛いんやったらね、誰も押し通せないですね、あれ。そう,そうそう。別に、ここのやつしたけど、<laughs> 僕ら落ちたとかも、もまあまあ、あれなんですそれよりもなんかそ、それよりももっともっとああ。あの人らも落とすのかいっていう。<laughs> でも、まあ、ちょっと嬉しかったのが、あの、ラランド見れたのよかったですね。あ、そうなら、生ラランドい、ね。僕ら終わって、履ける時にラランドが出番のとこにおって、あの、なんかわりかし、あの、良かったですね、雰囲気ね。雰囲気すごい、なんか、しっかりメ<こ><め>お,お疲れ様でした。あちゃんとなんか頭下げてはってね。 はい、あとあれやね、あのー、その、サーヤさんと、もし,もしどうやったっけ西田君。西田君、ちっちゃいね。そうやね。ちっちゃかったね。あの人、ちっちゃいねんな。うん、で,でかい人やと思ったけど、そんなでかないねんな。でかなかった。んそしダンブラの方がでかかったもんなちち。ダンブラ、ダンブラとも喋ってね、仲良く喋ってこと。ダンブラとマジで。もう喜んでくれて。めっちゃちゃんと話したな。うん。ずっとダンブラ。 太郎さんの立ち位置がキモすぎて、何何、ね、何が何が何がですかまず浦井ちゃんがおって、お,、うん、おはよう、あ、ずんぽさんおはようございますっつって、うん、お久しぶりですって太郎が、おパンって肩に手を置いてさ、うん、10月2日、楽しませてもらったで。ええ <laughs>、もうええや別にあれ、なんなんいや、別にええやん。いやいや、そんな嬉しいです。ありがとうございます。あ、もう一個やからさ、2回戦で落ちたやつに刀なん触られたくないや本来。<laughs> 演技縁起のある。あの、 押し通すことできないもう滑ってもうたら最後まで嫌な押し通し方してしまうネタもやったやつにそんな肩触られたくないやん。私そのタイミングぐらいで今度はあの,あの平井ちゃんがエスカレータで降りてきてね「あ、うん、おずんぼいさん!あ」ああ久しぶり!」ってこう俺が言ったら太郎がまたズイって言ってポンって肩に手当てあげておいてね。 10月2日 2> <い>探しましてもらったね。もうやめてくれありがとうございますうあかんねえ太郎さんあんなことしたらえって変だ痛いやつやんいや痛いよほんでその後エスカレーター俺らだけ俺ら先上がっとくねっつってエスカレーターでバーって上がってたらなんかまあ上行けばそれはもちろん芸人おるやんその<ー>多分芸人たちがあおはようございますってなんか挨拶してるのをもう自分がしてもらったと思ってさ <laughs> エスカレーター登ってる最中に上の階から挨拶されたと思って <laughs> ええええ っめっちゃ上見てて、俺が後ろから「タロお前ちゃうわ誰もがお前に挨拶すると思うな!」って言った覚えてる <laughs> 思い出したタローさん思い出しましたはい思い出しましたはい僕とは思ってたんですよなんか今日はやたらなんか俺に来るなと思ってたんですよみんな<や>そうですかいん全部 <laughs> あちゃうかったようよく考えたら全部あなたから言ってんねん <laughs> あダンブラやって言ってたもんだって <laughs> あズンポイいさんやじゃなかったもんあダンブラや <laughs> ねねあの行きはさ浅草からあの東京クールさんとたまたまし,しんどかったもうずっとボケ続けてるあのおっさんずっと 2>, <laughs> 2人揃ったら今度2人でボケてくんねそうやねん <laughs> <laughs> なああの終わった後俺らの前の前ぐらいのブロックやったから楽屋一緒やってや、ね、であの<う>カンカンさんはね もうすぐ帰って、ワクチン2回目接種があるからって、<る>まあそのボケ,ボケながらエレベーター来るまでギリギリまでボケてはってさ、<laughs> 疲れたと思って、もうど,どんだけ突っ込まなあかんねん、こっちはと思って、楽屋行ったらさ、進、ね、さんがおってな、進さ,、ね、さん帰らへんねんな。んずっとボケへん、しんどく、もうずっとボケてきて、もうほんまに。<laughs> <laughs> なんやねん、あの二人。ほんで落ちてるやんけ。んかんか <laughs> 受かってくれよ、あんなけボケに。ボケた人全員落ちてたやんけ、オグさんとかもみんな。オグさんもボケ倒してたな。ボケた人全員落ちてるやんけ。ほんまや、あの日、ボケた人とグイッて言った人全員落ちてるやんけ。してんのも、俺らと喋ってな、拓クさんとか Z が。で、ちょっとボケたりとかしたけど、落ちとるやないか。<laughs> 俺らと喋ってボケた人みんな落ちとんねん。そうだよ。 そうやな、ね、ほんまやん。ほんまやんああ。ダンブラーはラランドと部屋隔離されてたもんな。いや、あれ多分もう一個の部屋に普通におったんじゃうなんかもう一個の,あの、もう大楽屋みたいな方があって、あそこに、あのなんかあの写真見たらあの、なんかいてたわ、ああいう人。あのカメラも置いてあったわ、なんかあ。要するに密着組の楽屋があるってこと <laughs> で Q さんとかランジャタイさんもその部屋使ってたわ、写真見たら。タロさん。はい。 それ、すごい情報ちゃうはい。それ、ひょっとしたら、うかる部屋じゃないあ、ほんまや。いいんじゃないでこのそっから落ちる人多分おらんやろ。畳のある部屋。あ、う、うかる部屋や、それ。うかる部屋の。東京クールさん、1回戦密着あったの2回戦こっち越ちされることやこっちで、こっちで落ちる部屋に行かされてんだから。る部屋に行かされてるのや。おうさんも。これ、すごい。M1 の闇暴いたんじゃん、さん。う。赤もみじもあっちおった。あっ、かる部屋の。 前前のののの部屋の時あ,の前のこうあれで,あでも写真見たら。体ち俺らと一緒やったな。体ち一緒やった。体ちはまだ受かる枠じゃなかったのに。だからま,まくったけえか。まくった、うん、まくって。春と飛行機もこっちおった。落ちた。う<ち> <laughs> かる部屋や。わかった。浅草の闇。もうみんな見て、僕らはみんなあの椅子とかあるとかやから、多分ダンブラとか。 ウカルベ屋オールスは畳あるとこやねん、絶対みんな写真撮って。であの、あれか、えっ、ー、と、座布団座ってみたいな。座布団座る、そう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 。浅その闇やん。でも、ダンブラーこっち通ってきたからな。そう。<laughs> 落ちる部屋経由して、舞台出てったら。<laughs> でも、それを、だからもう、ウカル部屋からまとった状態で来たから、そう、めっきりめがかかってる状態やから、錆びへんかってな、体が。であの <laughs> 俺ら落ちる部屋で、どんどん、あの、な、酸性が浴びてさ。<laughs> 錆びた状態で舞台上げられたからな。そうよ。本当に。ほんで、まあ、あ多分審査員さんもあの名簿見ながら、あこれは落ちる部屋の子かって言っても、先にもうピンって弾いといて。メッキかかってるか、錆びてるから、でも分かるんじゃん、舞台で、ね。<laughs> どうもーって、俺ら錆いっぱいついて、茶色になってて、もう、どうもー、どダー、マダー、マうーです。ああ落ちる部屋から来た子やね、ピンって弾かれて。<laughs> で、ダンブラ出てきたら、ピーンって光ってるあー、浮かる部屋から来た子か。ピン <laughs> ってん でも、俺が触った方になあの、ちゃんとサビちょっとついててな、ジャニー手形ついてた、あの方茶色の。危なかった、危なかった、だからなかでもネタ中に自然と払ってんねん、こうやって。大 <laughs> ちゃんも、らいちゃんも。<laughs> もうちょっと待ってくれ。死ぬほどマイナスな話してるやんけ、ね。いや、そうで。<laughs> <laughs> いや、ほんまでも、みんな見てる人も、ね、聞いてる人も思うけど、今年辛すぎるというか。辛すぎるよ。あの <laughs> すごいよね。<laughs> そのさ、 ねマ,マジンもき、えー、昨日落ちたやんか。マジンも結構受けた,みたいマジンもその受けたっつって。うん、こもう手応えありました。行った感じがありますね。これで落かっマジかよだけというとあ、ダイヤモンドとかね。ダイヤモンドもえらい受けたみたいよね。うん、ダンシングさんもね。あ、そう、ダンシングさんはかなり受けたつって。そうほど受けたって、うん。もう落ちて。<laughs> まあ、それか、あれじゃ追加合格クソほどいくんちゃう。140組ぐらい。ボー。<笑><笑> <laughs> ほなもう何のために毎 <laughs> 回審査してたんあれ <laughs> でもそれあの例年そうじゃないなんかななんていうかだって今ちょっと波紋呼んでるのが金の国一回戦で落としたやつ誰やねんってなってるもんな <laughs> ああそうやね <laughs> ああキングオブコントねそうやねだってキングオブコント一回戦で金の国むちゃくちゃ受けてるらしいからねらしいね何を理由に落と今もうテレビむちゃ出まくってるやんだってえっとあれも優勝したんか 何だっけアベマン。アベマじゃないあれ、ラフタナイドって。マイナイド売れるやつって言われる、あれも優勝して。で、この間、ほら、俺が毎週見てるあの、成りゆきチってあるやん。ああ、はいあれ、だって、ロケ、ロケの方前、バッドナイス常田さんが出てたから、今回だって、金の国出てたよ。あすごい。うん。なんでじゃあ、落ち、その、例えばギャルさんがさ、作家としていつかもしかの審査員してくださいって来るとするやん。はい。受けてる人落とす <laughs> <laughs> いや分かんないですけどね、<ん>どういう基準なのかとか、減、まあ、点,点方式っていうのしか知らん、加点はないから、100, 100スタートで、ネタ始まったのが100スタートで、はい、で徐々に減らされていくとで、最後にこの点数以上残ってる人が上がるっていうふうには聞いた。賞、うん、ーレースサイドから言われたりもするんかな、ちょっとこういうの言ってるやつおれば、切ってくださいとか、なんか変な闇のルールがあるんかな。 コンプライアンス的な部分に<ー>とかですよね、受けてて落ちるってことは。うんあでも、2回戦に上がった人なんでよっぽどじゃないとやばいことせえんと思うけどね。はい、あそうなのよ。そうなのよ,、うん、よね。ねえ、なん <laughs> すごいっすよ、今もこの前半始まって約20分ぐらい、<お>完全に闇暴こうとしてるからね、ますからはい。い その闇を暴いて、ひとし松本さんにね、ちゃんとお伝えしないと、松本さんそれに怒るから。金髪むきむき男ね。<laughs> <laughs> はい。金麦、いい金麦ね、金麦。金麦ですわ,金言わないと、ね。金麦さんにちゃんと言わないと。闇があるわけですから。はい、まあ、単純に僕らは落ちたんですけど。はい。僕らこんなに言ってますけど、<laughs> 全然浮かる感じじゃなかったんで。はい。だから僕らは別にあれなんですけど。 ネタのみでネタのみをエンジンにして、ガソリンとして今喋ってます。<laughs> はい、今日もだからこう、ごっそり落ちると思いますよ、おそらく。まあまあまあ、もう。まあでもちょっと敗因はあるんですよね。まあね。私たちの。はい。言っていいはい。小野<の>。はい。肝かやりすぎっていうね。<laughs> 今だって、120連勤中ですよね。<あの S 2> <laughs> 今確かね。じんじ 全見通ほんまの話さ、その、休みの日、ライブしてるって考えたら、ほんまに120連勤ぐらいしてるからな。<laughs> そうやな。うん。<laughs> えらいもんでね、もうちょっと軽く感情がなくなってきててね今。<laughs> これ、多分、今月30連勤できるなって思ってるな。怖いですね、もう今日で終わりよね、連勤。今日が今、この撮ってる日が今日で8連勤目ですね。明日はバトンライン、まあ、そこもう放送される頃には終わってますけど。はい。ね。 まあでも後半がワクチン関係で休みなんでしょ,ょうん。そうそう、あのね、後半二十八日にワクチン打つから、そこからね、あの、五連休。五連休なんて何しようかな、思って。あまあ、五連休っつっても、あの、<laughs> そう、ワクチンになるやから。あの、二二十十九えっ、ー、と、二十七から休み取ってるけど、27ライブやねんな。そうそうそう。あので、そうそう五連休面もライブやねん。あーとー、実質何もない日は三日やねんな、ワクチン入れて。 うん、ただこれワクチンで熱出てもうたらこの3日何も意味ないからなああまあどうなるんでしょうね俺はもう副反応出えへんことをひたすらに乗ってるから出えへん人は出えへんっていうしギャ,ギャルさんは何、ま、も出んねん出えへんなかったっけ何にも出なかったもうん、ちょっと太郎さんはいいつ打つんですかワクチン太郎さんはワクチンの情報あなたからいっぱいもらいましたけど僕今までそう,そう人に情報ここで打てるよとかこれであの大規模にいけるよと教えながら自分では 動こうとしないちょっとだって怒ってたもんな、ね、俺がさ、何回も挑戦してさ、あのいろんな渋谷とかのやつ、はい、全然見つからなんかそうそういや、渋谷にこだわらんとさ、他にもあるからか、うん、練馬で打つっていう必要性もないんやで、おのちゃんって。もっとそれ病院とかもあるし、そう病院と俺の知り合いとかだって、どこどこに住んでるけど、どこどこで受け入れたからな、あ大規模接種会場があるし、ちゃんそことか行きや、そんな、あんまこだわらん方がええで、っつって。たさんさ、今何回目ですか、ワクチン。あ <laughs> の もう14倍ぐらい売ってんちゃうまだ,まだワ,クワクチン童貞ですね。枠道 <laughs> ワ,ワク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 タイルえ、ちょっとで。バ<や>キバキ童貞みたいな感じで言おうとしたけど、ワクワクタイル出てもうたらごめん <laughs> <laughs> すみませんした。あいつ元気してんのかなあの、<laughs> こんな。 <laughs> こんなん言ったらあんまよくないねんけど <laughs>。誰だってエトちゃんが <laughs> 病気の人ぐらいツイートしてるなーって言ってる <laughs> だって朝起きてだって、朝起きてだって30分の間に20回ぐらいツイートするでしょ、あの人。おはピよおはピよ今日も起きれたえらい矢印。これかわいい。そうやね。丸気<か>なくな、エトちゃんもその単純なイメージ。すごいね。<laughs> なんか常にねガトリングが回してるみたいなずっと球入ってんやつジャーってなってるのずっとグレグレグレ飛ばへんガラ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 って言うだけでそうそうそう飛ばへんね飛ばへん球だけ落ちててポロ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 って意味ないワク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 チンワクチン導体なんで撃つのは打つのいや打ちたいんですけどちょっと今みんなの中で出てるのが陰謀論信じてて打たへんのじゃないかという太郎さんが いやまあ、しれっと逃げ切ってない。やかんやで、マイルさんとずっと一緒におるし、マイルさんは打たへんって言ってるからさ。はいまあ、打たへんのにちゃうかなという,そうすか。家族も全員打って、早く打ちなさいって、<え>よう言われるんですよ。早く打ちなさいって、あなた、まあ、俺も一番最後やったけど、家族では。昔から、全ぜんそく持ちやったから、全息、うん、の人はコロナなったらもた相当しんどいからと、あなた早くワクチン打ちなさいって、おかんから来て。 でお、お姉さんからも珍しく来て、打ったかったはや、い、を打て、ここここで打てるからっ、つって。<お>俺と逆パターンやん。今まで俺にやってきたことを今、家族にされてるわけやな、多分。<laughs> そう。<laughs> そう打て、打てっつ、めっちゃ決まちょっと最近めっちゃ言われるから、もうそうやなーと言ってね。で、まあ、自分でも調べてるんです、ちゃんと。<laughs> なんでちょっと笑い始めてんねん顔。何 <laughs> ではんの最こんな調べてんのにいかんねやろなと思って。しかも僕なんか今その、ほぼ、ねあのキ、キモ弁当よりウーバーイーツやってるから、ね、スケジュールも僕は組みやすいわけじゃないですか。何で歌えんのかなと思ったら。 しかも飲食で働いてる人たちはあの来てるでしょあの、大規模接種のモデルナっていああうの、ね、優先的に打てるんですよ、あれ。うん、だかららしいっすね、あれ、そうそうそう、うん、そう、みんな、打ってくださいよ。そうっすね、打たん、まあ、打、まあ、つことによって必然的にね。 そのお酒を飲まひを作れるというありがたいそれ前,前の回も言ってんねんそ<あ>そ,そうか <laughs> まあやっぱし優秀な人間ちゃうな <laughs> そうか前も言っ思った通りちゃんと <laughs> 俺別にそこに落ち着かせよう思てへんねん <laughs> さんも打ったって言ってたからね当たり前やろ大さんは家族おんねんからそう家族おる打ちたくなかったみたいなけど家族おるからじゃあやっぱその守るものがあるっていうのはね人はやっぱ、はい、打てないダメですよ 東京クールさんで売ってるんだからだってふざけて言ってあれじゃ結婚されてるけどね。ああ、そっかそっか、そ,ねうん、そうだね。そあ、みやさんのて歌うかな何それみや <laughs> さんもわからんけど売ってる可能性あるからな。<laughs> あんなキャラやってるけど。実はちゃんと。わからへんけど、でも、だって。 い,いずれは義務化されるかもしれないみたいな言われてるからね、うねワクチン。あのー、あなた、だって大阪、ね年、年末大阪帰るとか言ってるでしょ、予定で。はい、あのー、年末、ね、年始はちょっと久しぶり、2年間ね、帰ってないんで、あのー、家族と一緒に、なんかお酒なんか飲みたいなと思って。ワクチン打ってると、あとさ、そのコンビの片方打ってて、もう片方打ってへんって、ね、なんか嫌じゃないなんかそこ,こで、なんかちょっと変な問題になるでしょ。うね、<laughs> じゃあ、どうしたらいいんですか 蹴って打てや。あ,あ、そう <laughs> お前が俺に勧めとってんぞさん。ざん打て打てって。<laughs> ちょっとマウント取ろうとしてきて打ってへんのに打ってる感じで。<laughs> <laughs> それが今や。何をその肝み,みたいの言えないの？みたいな。まあ針針が怖いっていうの。だってもう注射なんかもう何年もしてないわけですよ。この注射<れ>ほんまチクってやっちゃったで。いやそうやって俺をはめようとして。して ちょっと竹原真二にも似てんねんな。ちょっとだけ大物な態とか。まあまあ竹原真二さんやとまあ別にまあまあ悪くはない。じゃあのって言ってみて。じゃあの違うやそんなんちゃうねん。やねんお前。んやねん今の。広島のお前農家の人やろ。わし先帰る系のじゃあの。別に竹原さん広島の いいやな感じで。のって、おな、おかしいやろ。あやねん、この意味わから話ずっと。そうっすね。まあ、M1 からね。あ、そっかそっか、M1 から話して。なんか他にライブってあったかなライブはあないか。そうか。あ、そういうこと、あれか、スーパー BKR か。スーー BKR もね、ありがとうございます。あと、マイルド軍団の。あ、そうそうそう、あれよね。まあまあ、いいか。別に、今日、来た人見に来てたありがとうございますといった感じでございますな。 そそうですそうでですすはいライブまあまたいろいろライブあるんでまたね来ていただきたいですねそうそうちょい1個だけいいっすかあっ何すかうちのキモカツあのまあ,あのサバダイさんがおらんようになってはい新しい店長が来てんけどはいまだお会いできてないのねはいはいはいっていうのが多分けえへんのようちの店なかなかおなんかほんまにあれやねんなと思ってあのキモカツグループがあの社員いなさすぎてね、うん その店長なんかおそ、噂では5個ぐらい店舗持ってるらしくて。<laughs> いや、それすべ全て遠いね。べて遠いから、もうどっかに行っとくしかないと。はい,はいはいはい。はいうことで、あの、意味わからん社員さん来て。はい。あの、むっちゃあの人に似てんねん。金の国の、あの、<と>太ってない方の子にむっちゃ似てて。ああ、ほん,ほん,ほんでも、じゃあね、目がもうバキバキで、もなんかも,もっとやばい感じで。 髪型が一緒っていうだけけやねんけど <laughs> <laughs> でちょいちょいうちの店へヘルプで来てくれててさその時からなんかちょっとおかしいなと思っててちょっと様子おかしいなみたいな、はい、でその人が来てあ「おはようございます」って言ったら「あ,あ,あ,あ改めまして本所属になりました」とか言われて「あお<ー>うちの店でどうですか?」は,はいお,お願いします」みたいな言われて「あはいあよろしくお願いします」って言って で、なんか、今度んんやったらあれやけど、ほんまに仕事できへん人やねんなと思って、なんか、あ、あ、新しくこれを使いますんでって、あのタブレット、はい。タブレット、もうめっちゃめんどいねんけどさ、今あの、1時間おきにタブレットでさ、チェック入れなあかんねん。うんうん、この仕事してますとか。はいはいはい。うん、で、もう俺一人やから、忙しいやん、そんな。はい。ほんで、これ、だから小野さんあの、休憩中もちょくちょく見て、ボタン押していってくださいねみたいなこと言って。うん 帰っていって。ほんで、次の日、朝出勤してきたのよ、その人。そしたら、電源落ちてたのね、タブレット。要するに、パワーゼロになってる電池が。それは当然や。何も繋いでない状態だから。そりゃそうよ。ぶっちゃ頭ありになって。俺はそれも事務所にも直してて、使われへんから。自分のチェックもできへんし。い。んで、なんかそれ持ってきて、暗いななんで暗いんですか 画面が <laughs> いや、電池っ切れてんじゃないですかつって。なんか、刺してんねん、さしてん、コード。あ、生きてない。生きてないですね。<laughs> これ、コード死んでる。あ、これ、コード死んでる。って見たらさ、コンセント刺さってへんねやんか。<laughs> めっちゃだるいと思って。いや、これ刺さってないっすよつって。 もうああ、ああすみません、すみません、あ本当だ、<laughs> あすみませんあじゃあ,あのち、ちょっと持ってきますねって、ブチって引き抜いてきたやつ、次、マウスやってん。うん、<laughs> いや、<laughs> マウスパッド持ってきてさ、<laughs> やばい,ね、いやそれマウスじゃないんですかっつって、うん、ああ,あ,あコンセント間違えたっつって。ほ <laughs> んで、そのなんかコンセント持ってきて、あの厨房で刺すねんけどさ、コンセント3つかな、3、うん、つかなんっつって。うん で俺が探してさ、必死にもう上がらない勘違いのに。俺が全部つなげて、着くようにしてん。うん、で、俺帰りますねって言って帰って。で、うん、その日の夜、また俺出勤してくるやん。うん、ほんなまあ、案の定まだおってさ、も、うん小野さん安心してください。もう、コンセント入れときましたよって言って、うん、俺がやって帰ったやつをさ、うん、自分がやりましたって言い出して、俺に。<laughs> おお<ー>。<laughs> えっっつって。 っつっ,、はあはあ、って笑って、<laughs> んでパって見たらさ、まあ、お客さん4人ぐらい待ってるさ、ふふって笑って,笑ってったときに、パってそのお弁当の,その注文のオーダーのやつ見たらさ、<laughs> 全員30分待たしてたお客さん <laughs>。<laughs> 30分弁当屋で待たす4人しかおらんのに。待たしすぎやろ。俺、ちょっとこれやばないですかって30分でみんなお客さんにらんでんねん、俺を。あれを作るよみたいな。何来て喋ってんねん、お前みたいな。と、あそうです、30分待たしてるんですよ。はっ、はっ、はっ、つって。やめてほしい、あいつ。やばいね、その30分。ほんで厨房行ったらさ、あいつがおって、曽宇淳がね。 何もしてへんねん。偉そうに腕組んで立ってんねやんか。<laughs> そうくんいや、だからあれやねん。たまにやんねん。そうってね。あの業務放棄すんねん、たまに。<laughs> もう私やりませんよ、やんねん、たまに。たぶんそれをやるよって30分前に。うん。で、うんうん、ちょっと待ってっつって。これ、何してんのさっきから。っつって。で作れへんのって、腕組んで。はい、やんねえの。はい、俺れやん。はい、やん。<laughs> なんか言うねん、俺に。ちっちゃい声、ね、<laughs> 何がっつって。はい、のやん。 えー、えー、えー、ってなんかもうダメダメみたいな感じにしてあもういいわ帰れっつって <laughs> 俺やるからってバッてやった瞬間に俺がいろいろ唐揚げとか入れ出してない、うん、そしたらさ、うん、えええんっっ腹押さえて急にしゃがみ出してん <laughs> もう今話変わってんねごめんその社員さんの中でそもう一、ね、人やばいやつの話になってるんねんけど、うんうん

えー、何なん,すか <laughs> なんか腹を押さえてさしゃがみ出して、<laughs> 俺俺その社員さんにちょっとこれ何なんですか、こいつさって言ったらその人も分かりませんつって言って、ずっとそうしてますって言ってちょっとこ、コミュニケーションどれや、お前らその30分間何しててん、ずっとと思ってほ <laughs> んでもうダッシュで全部弁当作ってさ、はい、もう謝り倒し、お客さんに。はい そうそは帰るとき、今日、疲れたねって、その社員に言って、その社員が、ああいって、社員もなんか立ってんねん、後ろで腕組んでね、なんか、こよみたいになってねん、ずっと、ここ帰らんねんなって、手伝ってくれるわけでもないし、プルルルって、店の携帯がなって、ああ店系がね、はい。出えへんねん。え、なんで出えへんねんと思って。 うん電話っすよって言ったら、うんあっ、あっ、あ出て、そ、うん、したら、はい、すみません、すみません、すみません、はい、すみません、はい、小野さんです、小野さんです、<laughs> はい、小野さんです、すみません、小野さんです、みたいな。なんか名前を売られてるやんなん、ね。おいしいね、こいつと思って。あ <laughs> の電話っすかうんあいや、実は朝、大量にクレームもらって、はい、今怒られてましたっって、え、ちょっと待って。うん 俺の名前ちょっと出してたやんと思って。うん、あじゃあ、あの、もう終電なんで帰りますって帰って言って。君のせいにされてるやん。多分新しい店長からやった着信も。<laughs> いや、そういう、勝手に自分のせいにされるのは嫌ですね。嫌よ。嫌ですね。うん。俺もなんか一回米がまずいってくるんで、俺のせいにされたことあったけど。炊いたのは 書いたのはいや、書いたのはまあ俺やったけど、なんかその。<あ>なんか正確に言うと、別にその、なんかあの、まずいこともなかった。なんか言いたいだけの。あ言いたい言いたい,言いたい病ね。言いたい病やってんけどなんかあの、報告書に、岡崎が水の量を間違いましたって書かれて。<laughs> 腹立つん。原田さん。原田さそれが一番丸くなんか収まるんやったらう。間違えるわけないやん。水の量いや、そうよ。だって自動なんだから、あんなもん。<う>自動でしょそうそうそう。自動、まああの、自動というか、ちゃんと測ってやるけど、その。あら はかりはあるちゃんとそのはかりというかそどこまで見つねみたいなんであーあーその間違い変しさそ,そう勝手にねえ嫌よね嫌どうよどれ <laughs> 昨日休憩できへんかってさうんだからワンピースアプリもできへんかってんよるあれはやらんでもいいけどえっあれやらんでもいいよあれやらんでいいよそうくん、えー 帰れるよ。じゃあもう、えー、<laughs> 帰れるよ。帰るよ。やねん。こいつ <laughs> 大丈夫？ね、えー、もうええってそう。えー、そうくんもうええってええても。もうえ <laughs> え。だるさ怒ってる。絶対体調は悪くなかった。体調悪くない。多分な。だから嘘ついてんねん。<laughs> あ、いつもやんねん。そのさなんかさ。いい か体調悪かったから作れなかったんだよって多分言いたいね今日 <laughs> 疲れたねもうめっちゃ腹立ったあの時でなんかこうやってこうやって帰ってって肩,肩でさ肩で前進んでって腹立つあいつ <laughs> この間だってあれやであっもうもっとまた喋って大丈夫はいはいはいそろそろ<ゃ>、はい、一瞬だけ一瞬だけあの、はい、他店の店長が来ててね小野、はい、さん自転車ですよねって言われてはい ということで,です、ねあ、よかったよかった、あのー、もう次から、次のシフトからです、ねえーまあ、横野方、はい、野方があの休憩回せないんで、小野、はい、さんは1、えー、時で店を閉めた後、はい、ダッシュで配送直して、はいで、その後店閉めて、チャリで野方来て、みんなの休憩回させて、小野さん戻って、そこから、えー、休憩してください。 えっと、計算では3時半には戻ってこれるはずなんで夜中の。じゃあそっから休憩1時間取って4時半から、うん、えっと、朝の準備お願いしますって言われて。うん、はあ、えそうちの店の仕事は誰がやるんですかふ <laughs> っったら <laughs>、はあ、なんで聞くかなみたいな感じで、なんか無言で頭をき出してさ <laughs>、はあ。なんとかなるでしょう。 <laughs> 帰ってってほんでほんまにそれが起きてさ <laughs> あのかかかむっちゃ電話かけてきて,てさもう着信店の電話も<ー>携帯もなりまくってきてさ俺一人で、うん、出たらさそいつでああやっと出てくれましたかみたいなむっちゃふてこないんですよそがきやねんほんま <laughs> んなんか今日あのうちの店ヘルプでそううじゅんが来るってなってるんですけど来ないんですよ知らんやん俺そうやなうん 番号知ってますって言われて、いや知らないです。っああ、じゃあ来ないですかねじゃあ、前言ってたやつでお願いします。って言われて。<laughs> ちょっとちょっと待って、えどどど、どういうことですかあだから店閉めてきてください。って言われて。いい。鍵もも,もらってないから、鍵ないっすよって言ったら、あじっすかわ <laughs> かりました。ちょっと切られて。<laughs> ほんで俺それをサバダイさんに言ってん。<laughs> うん、サバダイさんが、 僕は止めたんだよそんなの絶対無理って言ってんのに、あいつそういうことするやつなのかもうなんか、店長同士でも仲悪くなってて。だから俺今度からあれ、休憩できへん人間になってもうてん。気の勝つっすね。だって、野方あれやで、一人しかおらんのにさ、スタッフ、24時間営業になってもうてん。終わりやろもう終わりやん。やそん中で休憩最低45分取るとか言われてるからな。ど,どこでっていう。 終わりやん終わりですよ。終わりですね。それを8連勤もやってるんですか ?120 連勤が正確に言うと。はい、もうよくわからない状態になってますが。<laughs> ねはい、大変です。ということでございましてね。終わりがあれば始まりもあるということです。と、はいここちらやっていきましょう。さはい。 さあさあさあ前半は確実に愚痴だけを言う時間でございました。そうですね。おど、ね、をおどを出しまくってね、リスナーたちの耳におどをこびりつけていくという作業をね。マイ,ねマイナスラジオということだよね。ここからはひょっとしたら、イナスラジオでしょう。いや、わかりませんよ。僕がまだ嫌なパチンコの思い出とか話す可能性あるんでね。<お> <laughs> そうですね、ありますから。それはまああるんでしょうね、やっぱり嫌な思い出はいっぱい。 ね。ということでございましてね。こちらはですね、我々が、ズンズンポイポイが CR ズンズンポイポイでパチンコ台になったらどんな台になるのか、もういろいろ何でもいいです。見た目がどうとか、こんな演出があるとか何でもいいです。ね。っておくきをいただいてございまして、前回ね、あの、そう、う来ましたよね、結構ね。結構来まして、ただ、パチンコぐるいのね、パチン、パチン教の、パチンコ強のね、 トンちゃんから一切、その、とんちゃんからなくて、われわとても不安になっておりました。うん、ところが、どっこい、<お>今回、知<お>資料のメール来ております。<laughs> トンカン警報という、たった一人の男から知資料のメールが来ております。<laughs> 後半に読んでいきたいと思いますんでね。他の,他の方もいっぱい来たんですか 後の方2名ですです僕ら前回言いました、<う>トンちゃん来るまで続けトンちゃんがいっぱい送ってくるまで続けるぞ、これ下手したら終わらん企画になるかもしれんなーと言ってましたね、僕ら。言今回終わります。トンちゃんが思った以上に早く大量に送ってきたということで、これ終わります、今回で。トンちゃんが思った以上に送ってきたし、あの皆さんがもう、はい、皆さんはも後で行くと思います。<laughs> 僕が最後に言いましたパチンコから何も生まれないということを言いましたんでね、<laughs> 生む必要がないという判断になりましたじゃあもう、パッと盛大にいきましょう。はい、じゃあ早速、1つ目いきましょう。はい、ザ・ t 演出ザ・オ o 演出。CR ズンズンポイポイ遊んでいると、突如、小野さんが液晶に映る。カメラが小野さんの顔にズームアップしていって、画面いっぱいが小野さんの陣中になってしまう。<laughs> <laughs> するとパチンコ台が震え出し、小野さんの人中が伸びて、液晶を割って画面から飛び出してくる <laughs> 人。人中はぐんぐん伸び、触手のように暴れ回って、パチンコを邪魔してくる。最終的に遊んでる人の唇と小野さんの唇がチュッと触れ合うと、<laughs> キッキッキ、キモカツーキモカツ、キモカツ、キモカツー <laughs> となって大当たり。<当> <laughs> ケンカラジオネーム、フェラチオオルゴールさん。ありがとうございます。いや、もうだからさ、パチンコちゃうやん、その、そ画面突き破ってさ、俺が出てきてさ、俺の人中がさ、触手見てきたやつだから。それさ、機会で終わるわ、この企画。パチンコちゃうもんな、俺、俺、も詳しくはないけど。一緒は演出っぽく書いてるけどさ、こんなもん、狂気の汰やぞ。事件じゃこんなもん、はっきり言って。 キモカツキモカツやないねん。当たっても多分玉出てけへんやろ、この作り。<laughs> クソ<大>台台割れてんねんから。クソ台っすか台パンする前に向こうから潰しに来てんねんから。クソ台。クソ台認定じゃこんなもん。クソ台認定されました。あ、でも、あれですね、遊んでる人の唇とおのさんの唇がチュッて触れ合うとって、これ、女性やったらいいっすね。まあまあ、まあ、汚いおっさんでしょう。いやいや、あのね。 パチやって結構ね、綺麗な人、普通に売ってんの、はい、何して、だから夜の人とか、ね、夜の働いてる、夜の町とか、ね。オンと,とかがその売ったりしてますよ、結構意外と。そうなんですかそうです,そうです、そうです。前、あの、阿佐のパチンコにベンチをちょっとお借りしに行ったとき、あの、汚いズボン入ってるおっさんが3人いましたよ。<laughs> 白いズボンがもうなんか、<laughs> なんていうの、色落ちしてなんか <laughs>。その3人は知り合い知り合いじゃないと思うけど、 なん今の紹介、ぶつけい,っい <laughs> おっさん3人いましたよって <laughs>、全然ちゃんと見たらもっとおるやろ、汚いやろ 3>, <laughs> 3人、ね、3> <laughs> 基本的にみんな汚いのおっさんは。<laughs> <laughs> ほんで、なんかスロットの方の構内ってちょっとこ暗くなるんですかね、あれなんかね。 そうやねん。なんかね。カジノあれは何でなんですかね一応僕、お手洗い借りるときさ、申し訳ないからあの、店を一周するっていうのをやるようにしてるんですけど。うん、<laughs> いや、まあ,あの、怒られへんようにね。一応、オイルだけ借りに来たって言われへんように。<laughs> 一応こう、おー、てね、出てるなぁみたいな。な台のなんか数字みたいなの見て、あーみたいな、一応やるようにはしてます。いらないですかあ <laughs> いらないです。<笑><笑>いらないですとは言ってるけども、俺も何回かそういうのやったことある。そうですよね。一応ね、分かります。うん、気持ち分かってくれますか、ね、分かりますかりいや、なんか、 あるやんもう、えー、分からんけど <laughs> 罰金払えとか言われたらさなんか言いやじゃないですかな,かないけどそんなん絶対、うん、<laughs> ねはいということでございました、はいえー、フェラチ・オルゴールさんありがとうございましたありがとうございますさあ続いていきましょう、はい、エロ作家リーチお画面に無表情の作家の顔が映し出される <laughs> エロ動画サイトの無数の広告のリンクを踏むことなくたやすく動画再生できれば大当たり <laughs> レモネードをグビッと口に含む <laughs> 当たろうが外れようが作家の顔は無表情おもんないなこれ <laughs> 送ってくださった方は喧嘩ラジオネーム役人間さん役人間さんねいいねエロ作家ね,ねエロ作家リーチエロギャルねまあでも一番リーチっぽくないほんまやねこうやってさあのネットのこのネットサーファー,なー,なー、ね、ってこう、うん、なんか進んでいくやつでさ買いくぐって買くぐって買くぐって最後ブーンってこう なんかポチみたいなところにピューって指がいて、ポチーンってやったら、画面がレインボーになって、無表情のギャルさん、こっち見てんねん。グビってレモネードを含んで、ちょっとレモネードもその。 弱リーチだ。弱リーチと直当たりパターンやな、そらく何それ、弱リーチ。俗に言うな血浮きってやつですね。何ですかちょっと、全部分からなかった。タロさん、これ、血浮きすは多分。全く分からないです。まず、申し訳ないが、僕、弱リーチもよく分からないですけど、リーチってもう、ほぼ外れるんですよ。1、2%とかーとかの当たる確率。そんなもん、リーチちゃうんや、そんなもん。そうやね。だから、ただ、外れんねんけど、そこから発展。はい。で、熱くなるかどうかやね基本的に。血浮きは何ですか血浮き。血浮く。 浮きああ、うん、それはその1%でたまに当たんねんな。はい、ブルリンって貼ってもする急に当たって回る時もらうときはみんな要するに1%やから引か当たらんからもうよそ見とかしてんねん。うん、急にパッて見たら7揃ったりとかしたらうわってこうみんな飛び上がんねん。ああ、それで結きっていうのん。結き <laughs> あほやん。いやでも結、まあ、きって結構見るよねギャルさん。 ほんまに急に当たった人のリアクションってマジでそうなんねん。マジでそうなのそうなの一番おもろかったのが俺、心臓発作で死にかけた人見たで。<laughs> あの、これスロットやねんけどさ、昔あの、<お>プレイボーイっていうパ,パチスロあったのよ。はまた、けったいのスロットでさ、はい。なんか違和感が起きたら大当たりやねん。ほう。要するにさ、画面ないねんか。画面があの、海外のの、セクシー女優がさ、こうやって水着で、う<つ>あの、 もうええやねん、A、ええ。ええでこうやってあるだけやねん。はははで、普通に何もしなく打ってたらさ、たまにさ、力って一瞬、そのセクシー女優の目が光ったりするねん。一瞬だけ。一瞬ほ、はい。はピッピッピッ,ピッって押したら、ピュキーンってなんねん。あの、はは当たったらピュキーンって言うねすごい。はははっていうのと、あと、まあこれ、な生,生,入,り生入りって言うねんやけど、ははあの、大当たりしたと、 もう何のそのなんて予告もなく急に7揃ったりする時あんのよ。で、このプレイボーイエグイのがさ、はい。7揃えたらさ、爆音であのマドンナのマテリアルガール流れんねでで、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 いはいはいはい。それがさ、ほんまに音でかくて、で、なんか太ったサラリーマンの人がさ、もよそ見したがペッペッペッペ打ってんね玉入れて、あメダル入れてペッペ。 まあ、急にな、そろってたら、でっでっでっでーってってって、マチャルガール投げたその人、<laughs> <laughs> ちょっっうこうのけっって <laughs> おい大丈夫かっ思ってったらでも顔むっちゃ笑顔やねんあうっ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 っっそんぐらい嬉しいんですね、じゃあ。マチャルガールちゃうかったライクはバージンやったらごめん。 あライカバージンね、ライカバージン。ライカバージンの時もそういうずっと、うんうん音とこうしてたわ。気持ちはかるんですね、でも、あなた方は。わかります。血液、心臓発作。これあります。病院運ばれてた人見たよ、俺、昔。お前、長なんな。おじいさんがジャグラーで揃えた後、ぶっ倒れて、はナンバで。 ブックオフの横にあったやつ作れたけど、ちっちゃい。あっこ運ばれてた、救急車で。いや、怖いですね。怖い。パチンコ怖いっすね。音でかいから。スマホを落としちゃったときとかもドキッとするじゃないですか。やめって。ああ、なるなる。あれより、あれよりドキッとします。いいね、その例えいいよ。結構やぞ。いや、ほんまにほんまにマジで。結構ですよ、それ。うん。一っぺん、ってみなさい。 ああそうですね、うん。あなただってゲ芸ー生ーのチャングムしか売ったことないでしょ。チャングム,ムの誓いの<う>あの冷麺リーチしか見たことないでしょ、うん。そうそう、冷麺そうなんか冷麺なんかね作ってくれるいでしができたら大当たりって謎のリーチなの。しかも実写やねんの一番ついてる。そう,そうそうそう、実写そう。おもろかった。<お><え>王様、冷麺です。んドッグン。クンそ,うそうそうそう、そんなんやったドッ。私はいらないな。ドゥー。<laughs> 何やねんね、これ。くってもらいたかったありだな。そしたら大当たりやからな。<laughs> あす俺も血浮きなんのかななるのなるなるなるあれは結構実は熱いね。外したほうがなんね。外したほうが血浮きやねん、実は。そうですか。あんたそれ分からんからずっとボーッと見てたもんな。レーよう分からへんもんだって。外する TV じゃん、なもん、ほんまに。ふざけやがって。はい。さあ、ということでございました。ありがとうございました。さあさあさあ、ここからは遜関警報特化ゾーンです。 交換警法ゾーン、入った時点で大当たり確率30%です。すごいちなみにメール数でいうと、11通。11通ってちょっとそれをチョイスしてでも細かい設定をいろいろ送ってくれてたんで、いいですね、なんかパッと見た感じ、パチ屋の横に刺さってるあの大紹介に似てますね、なんか。 あじゃあ、いきましょう。行きましょう。はい。CR、ズンズンぽいぽい。スペック。大当たり確率398分の1。おおこれ、分からん、わからん。もう今、作られへんから、398分の1なんで。そうなんこの時代がもう、一番みんな金を落とした日、落とした年ですよ。あ、そうですか。この時代はもう、僕も一日10万とか突っ込んだ時あるんで。アホですね。アホでした。 バトル突入率50%。うん、要するに大当たりの50%でバトルモードに入ると。はいはい,はいはい。確変ですな。はい。確変に入るってことは次の大当たりも保証されてるということです。いうことです。それがね、確変。はい、そういうことね、はい、それはなんか何となしバトル継続率82%。これはどうですかいいね。いや82%。これはもうだからみんなが昔あの、恋い焦がれたスペックですよ、本当に。あ、本当ですかなぜならここ次でわかります。はい、大当たり出玉 2,000発。<う>10日で言うと、えー、1回2,000発ということは8,000円です。だから、1回の大当たりで8,000円やね <laughs> あ,あ、そういうことね。82%で連チャンするのよ。そうか、それやから今、ギャルさんがちっちゃい声で、おおほほほほ<き>おお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 やおお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 から当たりなしと書いておお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  小当たりっていうのはカウントされない大当たりで、これはマジでこの当時はいらなかった。まあね、小当たりラッシュとかね、小当たりが意味ある機会とかもあるんですけど、小当たりなんて昔は何の意味もなかった。俺はそれ何回も切れてるから、小当たり。小当たりランプつかへん小当たりなんあたりなんて何のために作ったんだという。怒 <laughs> ってますね。えらい怒ってますね。はい。 ほぼ初代ガルドと同じ紙スペックの現代では闇パチ仕様。ね、闇パチ仕様はい。まあ、今は無理ってことなんですね。闇パチ仕様そうですよ。初代ガルとかもうすごかったですから。実際そういうのはあったということですね。ありましたま。もうまず単純に時間が早いからね。そその大当たりの時間が。<laughs> 一回大当たりでって、次の大当たりまでね、ほんまに1分ぐらい、1分あれは当たってたからね。 すごいな、な給で計算する人が何人おったかっていうね、<laughs> 買ったやつが、時給で計算したら、えー、2万6000かな、とか。そういうやつは、そういうやつは、基本的にはトータルで負けてるからね。<laughs> 確定ですから。さあ、ね、4大演出ということで、はあえー、この、この、とりあえずこのリーチ、はい、この演出が来たら、熱いですよっていう。うん、いうこれは期待しいですよっていう。はい,は,いはい。はい で逆に外れたときが手続きですよっていう、ああ、そういうことね。やつを4つ紹介してくれてます。そ,ううね、その1、次回予告。次回予告。変動開始と同時にギャル猫のケンカラジオアップ予報ツイート演出が始まる。うん、時間通りにアップされると大チャンス。うんうん、SP エピソード1確定。うん、すみません、完全に調子ぶっこいでました。のカットイン発生で核変確定。核 <laughs> 変確定。核<ー>変確定ってすごいんじゃないですか。なるほどね。 外れた時出たら腹立つけども、カットイン発生したらこれプレミアになると。<laughs> しかも簡単に確定ってことは、もうあの50、50%のバトルはもう突破してる状態ってことですわ。<laughs> これはすごいな。すごいですか。すごいんですね、それは。えさあ、そしてその2。2> はいプンン。プンクタンパンチ予告。もンパンおなじみの。<laughs> ほら、行くぜそりゃーの音声と,とともに、画面右のプンクタン役者からパンチ演出。もう。 通常時やリーチ中に発生し、発生した時点で青パンチで期待度30%オーバー、パ赤パンチであれば50%オーバー、<laughs> うん、復活演出としても発生する。<う>かっこほぼ CR、明日のジョー、テヘペロ。<laughs> あ、あるんや。<の> <laughs> 僕が,僕がそ,のそもそもそれ真似してるんで。あ,そあ,あ、そうなのね。そうなんですよ。僕あの <laughs> あ、ね、それの真似してるんですよ。これはね、でもいいよ。あの <laughs> いいですか。これはあの、あ明日のジョーで僕打ちましたけど、ジョーよ横向きのジョーがずっとさ、 グローブつけてる状態やねん。焼くもの。うん、で、それが急に動いてさ、ダ、うん、ーンっつって、横からパンチで画面覆うねん。<laughs> そしたら、熱い、あの、張り回り位置の後半とか。<laughs> いいのよ。ほパチンコライターさんみたいですね。えでだから仕事経営の方がおかしいよ。<laughs> えら情熱ですね。<laughs> ほんまに。こん <laughs> なんやりだすとな、お前がやらなくていいって言われるね 動画で声の解説を俺がしたとしたらお前がやることではないっていう。他の人がやるからお前は面白くしろとかなんねんなこれがイムチャンネルですイムチャンネル大説に走ったやつがむちゃ叩かれるっていうねいやいいですねいいんですか開けた時だって30%からね赤やったら50%ですよすごいなんかんからんけどすごそう4大演出その3賞レースゾーン賞レースゾーンビーチブゾーン中に M1 図柄、はい、キングオブコント図柄、R1 図柄揃いでショーレースゾーン突入。ショーレースゾーン。SP リーチ発展濃厚。ズンズンぽいぽいの1回戦負け議事連が続くほどチャンスアップ。議事連4回継続で運輝全回転リーチ濃厚お<っ>。これまた濃厚っていう書き方が。ら<そう> <laughs> やらしいな、これほんま。濃厚ってことはほぼ99.9%ってことやからね。 <laughs> 確定って書いたらだめなんですよ。確定って言っちゃだめなんですよ、説明書きに。<laughs> え、それはそういうルールなんですかあるんですよ、その。あ、あのー、それだめなのパチンコの法律であるんですよ。でも、濃厚ってことはもう確定ってことなの <laughs>、まあ。万が一バグでね、万が一バグで外れるってことがあるらしいねほん、はい、まあ。99.999%は当たるらしいのに、その0.00001%でバグが起こる可能性があるらしいのよ。<laughs> だから濃厚っていう書き方するんで。 でもこれもう、<laughs> いや、当たるんやろうなー。いい台なんですか <laughs> これはじゃあ、いい台、今のとこいい。ね、だって、疑似連四回って、もう今、うん、今あるパチンコでも、あ、でも疑似4で当たるのは結構あるか。意外とあるか。ただこの全回転リーチっていうのはもう、あの、絶対当たんねん もう,もう絶対いない、すごいね。揃った状態で回るんだ。そう、もう揃った状態で、あとは何の図柄かっていう、6で当たったのか5で当たったのか見て、こう、ずっと流れ、あのエンドロールみたいな流れんねお。すごいよ。ちなみに、イムチャンネルは、じ自分たちの,その番組で作った、あの、イムチャンネのババア全回転リーチってあるんだけど、<laughs> あの、最後、7って揃った後に、画面割れて外れるときあんねん。みんなが、え、全回転って外れんのってみんな切れんねん。そ <laughs> れ面白いですよ。 面白そうですね、それ聞くだけでも面白そうです。これいいっすね、賞レゾーンから、うんあ、ビーチブゾーンから賞レースゾーンに格上げしたら、なんかむちゃくちゃチャンス。はい、ただ、このビーチブゾーンでも、多分おそらく10%ぐらいで当たるんじゃないかと僕は思ってます。あ、本当ですかはい、全然、展開しないで当たれる、る戦えるっていう感じですねあ。あなたが思ってるだけですか、それはでも。思ってるだけですけど、トンちゃんも絶対思ってくれてるはず。そうですか。<laughs> 俺とトンちゃん、は多分今、同じ画面を見ている。そう同じ空を見ている。 俺ととんちゃんは。いや、そのかっこよく言わんでええねん。同じ月を見ている。いや、もうええって。はい。4大演出、その4。なんでなん予告おお。転敗後に発生で大チャンス。期待度50%オーバーなんでなん予告発生時の背景がコンビニなら大当たりの。なるほど。ただ出ただけで熱いんじゃなくて、その背景も実はコンビニにあったんですよっていうことかええ。 <laughs> 金,金カットインみたいな感じかな。<laughs> まあエヴァでいうところの綾波、まあ、綾波より熱いか。<laughs> ガンツの激熱カットインみたいな感じかな。金,金激熱みたいな感じか。<laughs> <laughs> いや、まあ、1ミリもちょっと分かんないですけど。あれ、太郎さん、<laughs> はい、今からか階段ナイトみたいなのしようとしてるえちょっと暗い、ね、画面があの、部屋が暗くなってきたんですけど。はい、ちょっと集中して、俺今パチンコ話し,してるから。<laughs> 頼むわ。<laughs> はい さあ、はい、ここからリーチですよ、リーチ。はい、リーチね。肝、は、活、い、リーチ。肝活リーチ。風大、すしざんまい、ディーセイ世祖あ間<ー>、空手家など、肝<ー>従業員を倒し、客に肝活を提供できれば、うん、SP リーチに発展。うん 券売機目玉演出でチャンス。<laughs> <laughs> あれなあの伝説の嘘話な客が外吉の場合は大当たり濃厚。ああこれなんかわかるなんか。うん、いつもは俺が嫌がってる外吉が実は今回は幸運の女神であると。<laughs> なるほどね。<laughs> あ、ちなみにあの、ちなみにあの、この間、あの、サバダイさんに、はい空手家の人が、なんか、 三連休でてね、出勤し,ないしてないからさ、入って頼んだらさ、合宿とか言われたんだよ。あの人、日頃何してんのっって。空手かってばれてなかったわ。<laughs> 合宿で押し通したらしいな。押し通すやったんや。<laughs> 俺が言って、え、空手かっすよ、あの人っつったら。<laughs> えかっこいいっつってた。<laughs> タバダイさんは。かっこいい、まあまあまあ。うん かっこいいか空手。いや、分か強かったらかっこいいけど。もう、うん。さあ、続いていきましょう。キモベン・リーチ。あ、はい、キモベン・リーチ。お私ですか太郎がシフト通りに仕事したら当たり。以上。これ <laughs> 何ですか、これ <laughs> 何ですか、これはい。 改めて考えたら自分の都合でシフト変えて、うん、勝手に出勤するのキモすぎへん <laughs> 勝手なことばっかりするからみんなから煙たがられてシフト減らされて <laughs> ウーバー始めたんやろキッって書いてあるこれパチンコ関係ないやん。これと俺に対するあれやん。ここパチンコ関係ないでしょ。<laughs> シフト通りに仕事したら大当たりで。ジャクリーチやけ、こんなもん。外れるやつやけ。俺のあれやん。 その後と、宮さんが来たら、あれかな、発展したりするのかな,な <laughs> そういうことか。<laughs> だろ、お前、ちょっと弁当、まあ時間はた、ま、間に合ってへんやないかと、バキーン後半の熱いリーチ、発展する可能性がある。<laughs> そういうことね。ああ、ま、じゃあついそ生配信リーチ。<laughs> はい。毒人間との大喜利対決。寸法への勝利、もしくは毒人間のメルトダウンで大当たり。うん。プンクタン遅刻でチャンスアップ。<laughs> メルトダウンで核片確定。なるほど。嫌なことが全部基本的にプレミアになってるわけで。そういうことね。はいはいうん。おのの遅刻がチャンスアップか。チャンスアップで、俺らがメルトダウンすれば核変確定。いいなさあ、続いて、喧嘩メール SP d ーチ。ケンメールを読んでる途中、太郎の集中力が切れなければ大当たり。 勝負飯カットインで大チャンス。六 <laughs> 人間からの音声メールは、核変確定、過プレミア。<laughs> プレミア何これすごいってことですかだからや、休めぐとか、<laughs> とかえー、あの、穴数とかが、<laughs> はいはいはい。あの、音声メール送ってきたら、それを読むと、あの、核片、もうだからもう、あの、バトルモード卒入確定というね。そうですよね。ええ。熱いな。<laughs> これ <laughs> さあ、うんぴついとリーチ。 ボタン連打でうんぴツイートをして、うんぴの数がゾロ目でうんぴワングランプリモードに発展。<ー> <laughs> うんぴ777で大当たりどうなるほどこれあれやな。説明にあんのかなないか。これ多分あれや。はい。おそらく、うんぴワングランプリモードって多分これ書くへんやわ。 <laughs> 多分どういうこと多分これ、核変やねん。で、これで当たったら、その後バトルモードにも行くねん、多分。で、多分これ、右打ちできんねん、はい、おそらく。ああ、はい、右打ち、多分、電サポもあるわ。そういうの昔あってんあの。核変2種類あるのがあってん。この辺たりから行ったら、このか核片入るけど、結局同じですよって扱い。モード目で変わるっていう。あこれ、やってくれたな、トンちゃん。<laughs> なるほどね。二 <laughs> ?2 種類の核変搭載してるやつか。熱い,いな。 素晴らしい台ですか今んとこ。いや、俺これ買うよ、40万で。40万ってことは中古の値段なんですよ。知らんよ、その。すみません、大体150万ぐらいするんでね。ええ。はい。さあ、バトルモードのこと説明あります。バトルモードね。要するに各編です。82%で継続するバトルモード。バトルモード中。バトルモード中は自分のキャラクターをプンクタン、カッパワータイプとタロヤン、カッバランスタイプで選択可能。 プンクタンモード。大当たり信頼度、うんえー。要するにバトルモードやか戦う相手で信頼度ががってくると。対戦相手が、えー、風俗大魔王。うんえー、これ強さが <laughs>、うん、サウザーくらい。サウザー、あの、パチンコ北斗の剣、はい、で言ってくれるんですかそう、そう、えー、そうさん。シンくらい。すしざんまい。<laughs> えー ジャギくらい。ビューラーマイルド。アミバくらい。勝利濃厚 <laughs> <laughs>。タロヤンモード。うん、大当たり信頼度。伊藤店長。うん、あはいはい。タウザーくらい。クーリュウ。空<竜>空竜ね。シンくらい。うん、バイト場の高校生。ジャギくらい。ジャギくらい。うん。トンちゃん。<laughs> ミゃんアミバくらい。勝利濃厚なやつ両。両者共通プレミア。ルカタン。 これが多分、ユリアやね、扱いとして。だから、これあれです、完全に北斗の剣です。北斗の剣のバトルモードです。この見たら。だから、サウザー、だから、俺の場合、風俗大魔王で、太郎さんの場合、伊藤店長が対戦相手出てきたらもう確保終了。要するに、残りの18%を引いてしまったと。あっ、だめなんや。これじゃだめなんうなかなか勝たれへん。星で言うと、星。 2> 星2とか、星1かなうん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 。だめない。でもル、マイルドさんが来たり、えっ、ー、と、俺の場合、トンちゃんが出てきたらも、もう勝利の。多分、大枠がレインボーになってるわそもな <laughs> で、一旦負けて復活するパターンもあるから、ちょっとワクワクするね。<laughs> <laughs> ああ、楽しいな。ああ、どうし見れるのかっていう。ほう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 。で、両者共通のプレミア、たぶん、ルカタン出てきたら、たぶん、バトルに発展せんと、そのまま全回転いきます。全回転っていうのは当たってるってことですかもう当たってる、あの。ああ、はい。 数字が揃ってる状態がこうずっと何で当たるか、ああはい、また、あ、大体7で当たるんですけどね。うん、で、なんかそのスタッフロール流れたりとか、えー、テーマ曲とか流れて、俺らの写真とかが<あ>ギャルさんの動画とかが映ると、俺らは踏んでます。<laughs> これ作ってくれへんかな、誰か。いや、いらないですよ。えカ <laughs> ローさん、超高や。いや、なんで、いや、いや、いや,や、いや,や、や大当たり中、<の>スタービールの。 一緒に歌おうや、ね、これから朝までの萌えおーや俺らは仲間やから <laughs> 最後「リン!」えならそうねじゃうれしいわ2千 <laughs> 発か だって2000発って今入らへんからさ、1箱に。もうすぐ店員呼ばなあかん。あのあ<ー>当たってるから、あの次買えないやつ持ってきてください。ああ、そういうことね。嬉しい。じゃあちょっと太郎さんちに置こう。いらんて。あの、パチスロープレイボーイを5台。いらんて、その、じじい細々こすやつやん、ね。バックオンでライカーバージ長そうで。ええって,って <laughs>、ね。ということでございまして。はい。 以上でございます。あ、以上で、はい、終わりましたか。はい。じゃあ、太郎さん。はい。ベスト演出賞を発表しまいいすか<笑><笑>ベスト演出ですかベスト演出賞。そうっすね。ああ、じゃあ、一個、やっぱし、あのー、キモベンリーチ。<laughs> 太郎がシフト通りに仕事したら当たり。キモベンリーチが、はい、ベスト演出賞。 ベスト演出賞。ということでございました。はい。ありがとうございます。ということで、えーはい、長きにわたってお送りしました。はい。GR ズンズンぽいぽいのコーナー。惜しまれながら、<laughs> 今回で最後となりました。いや、あのー、本当嬉しいです <laughs> ぼ。僕はもうほんまあのー、もう後半、もう20分ぐらい何言ってるか、もうお二人が何言ってるか全く分からなかったんで。もう、太郎さんがイラつきすぎてね。 はい、髪の毛のつむじからの世界樹みたいなの生えてますよな <laughs> 世界樹みたいなのが一、ね、本生えてるす本当にねという感でございますな <laughs> ということで <laughs> ございました <laughs> さあ次回はどんなね、えー、企画が始まるのかということでございます皆さんお楽しみにしていてください、はい、以上 CR ズンズンポイポイのコーナーでしたありがとうございましたありがとうございます ケンカラジオではコーナーメールも募集していますアドレスはケンカラジオマーク Gmail.com ケンカラジオマーク Gmail.com 来週のコーナーは夢トーク Z ですあなたが見た夢の中で一番印象に残っている夢を送ってもらうコーナーです不思議、面白、怖いどんな夢でも OK ですケンカラジオは基本的に月曜日に収録しているので前日の日曜日中に送っていただけると助かります皆様のメールお待ちしております あの大学時代に見た夢なんですけどもねすごいまぶしい光がある部屋なんか空間に僕がおって前に僕の前に黒いハットと黒いスーツ着たおじ紳士のおじさんが立っててねでパッて僕に指さして「ラブ・イシュアス」って言って。 後ろ向いて光の中に消えていく。<laughs> これ、いまだに覚えてんねん。ラブ・イシュワスって。知らない、インターネットで調べたけど、そんなことはないね。うん、そんなことはないと思う。うん、で、そこから、そのからちょっとで、大学の,その,その,ああの収集活動時期やったからね、これはたぶん、何か事業を始めろということなんやと思って。<laughs> でその時僕が結局形にできなかった事業がね、はい、出会い系パチスロっていう、出会い系パチスロラブ・イシュアスっていうあの <laughs> 男、男子女子、男子女子、男子女子って座れるようになっててね、ロットが。<laughs> それで、あの全部設定6なんですよその。最初にこんだけお金払って打てますと、はい、打ち放題みたいな。で、気になった人とかに声かけて、はいはいあ えよかったら、今度、吉宗、うちに行きませんとか、なんか、そんなって。<laughs> で、一応、ちょっとやらしい話、あの、1階がパティスロで、2階から上が、まああのちょまあ、全部、あの、僕の経営してるビルになるんですけど、一、はいはい、階から6階までが、はい、ラブホテルになってるっていう、<laughs> <ょ>ラブイシアスっていうの,がの。あの、ラブイシアスのところは、あなたの夢ではなく、はい、あなたの野望ですよね。 いや、それもどう思いついたってことは、多分やけど、脳に語りかけてきてて、ね、あの紳士は。<laughs> っていうことは、これはまたキモいコーナーが始まるということでよろしいですかいや、キモくするかどうかは、あなたたち次第ですよ。ですね、はい。っていう感じでね、皆さん、あの印象に残ってる夢を、はいね。はい。ラブイッシュアス以外でお願いします。ラブイッシュアス超えしてくださいよ。<laughs> でも分から夢の中で、ほら、あのラブ・イシアスって私も言われたって人がおるかもしれないですね。マジでそれ,そ,っかあそれもじゃあ募集します。ね、んまなんかラブ・イシアスって言われた人。ね、<laughs> なんかみんなが見る顔みたいなあるやん。夢でみ、みんなの夢に出てくるやつみたいな。ね、そういう感じで。ね、あるね。<何>それあるよね。みんなの、なんかみんなが絶対見たことある、みんなの夢に出てくる男みたいな感じで、もしかして、そうそう、なんかちょっとアジア人っぽい。 猿みたいなアジア人っぽいね。それなんでなんおなんかわからんけどな、みんなにアンケートしたら、一回はそいつが夢の中出てきてんねんって。俺、出てきてないで。いや、まあ、そいつの顔、あなたはまだ知らないやろうかなまあ、あ、ま、た今後出て,<い>出てくる可能性があるってことラブ・イシアスのやつがそうやったかもしれんし。ラブ・イシアス、だいぶかっこよかったり、ね、あの白髪のおじさん。<laughs> ええラブイシ・ラブイシアス言われた人も,もしかしたらおるかもしれん。なんか意味のあることかもしれあの,あのお願いします、皆さん。はい。 僕と授業を始めましょう。はい。あ、無理か、今の時代は。ね。いや。さということでございましてね。そんな気持ち悪いの無理です。あ、はい、君はあれか何すか後半になって俺のテンションを下げようとしてんのかいや、弟みたいなこと言うな。<laughs> 兄弟揃って。まあ、血の繋がった兄弟やから <laughs> レ。レッツアンドゴーみたいに言ってもらったごめん。 ペッツゴーのオープニングみたいに言ってもうたな。<laughs> そないだっけ血のつながった兄弟やろっていう,そなう。弟が <laughs> やたら言ってたわ。<laughs> 合ってるか知らんけど、血のつながった兄弟やろってずっと言ってた俺に。ペ <laughs> ッツゴー見ながら。合ってるのか知らんけど。<laughs> 懐かしいですね。はい。はい、じゃあこちらも行きましょう。ケンカラジオメールのお時間でございます。はい。はい、さあ、えー、今この時間。 撮ってる時間がもう今、夕方17時になりましてね、ねはい。えー、はい、こう、ご飯の匂いとかがか、そうですね。匂、ね、ってきまして、もうそういう時間かと。そうか、まあまあ世間はそうか。かいう感じでございますね。ね太郎さんの部屋はあのあれ、家はあれか、電気ない部屋やから、あのあ<の>どんどん暗くなっていくっていうね。<laughs> そう電気あるんですけど、今、なんか、一人稲川順次になりましたからね、今。一、はい、<laughs> 人稲川順に入ってますん太郎さん。 完全にはいこれちょっとね取ってもらってまあちょっと電気つけようかなそしたらなあもうつけんでいいっすよあこれでいいですかそのまま言ってくださいなぜならはいメール2通ですヤブジェイですヤブジェイラジオですこれはその分パチンコがすごかったですけど濃厚でしたからねまあまあまあ楽しかったですねさあじゃあ読んでいきましょうはいお願いします居酒屋ファンファン あ何それ死ぬ時は一緒やで、うん、朝ドラの脚本を書く時も一緒、うん、夜中にトイレ行くのも一緒 <laughs> 淡路島に行くためのフェリーで出禁食らったから、うん、車を盗んで淡路島に向かう時も一緒 <laughs> 玉ねぎに筆記体のローマ字で三谷幸喜の離婚歴を書いてから投げて車の窓ガラスを割ろう <laughs> <laughs> ウサギの巣にチンコ突っ込んで ED 直す時も一緒そだう同じ穴に2本のチンコ入れよう「うう ED」は直らないままウサギの性欲だけもらったら一緒に死のう2:1 <laughs> で五目並べすると人は全員死んでしまうから <laughs> 俺とお前と美空ひばりで五目並べしてみんな一緒に死のう<れ>死ぬ時は一緒やで何なの ずんずんぽいぽいさんと、新谷さんは、漁師の人と喋ったことありますか？僕はないです。何でこの姿勢を上に来ておりますね。ファンファンですよね。そんなもう、死のうとかやめよう。そうです。確かに、もう、年末になってくると、心が落ちてくるからね。寒くなってくる。急激に暗なってないけど、さっきよりな。 早すぎへん。同じ日本よ。太郎さん、太陽が落ちた一気に、どー<お>焦げついた太陽が落ちたんじゃないですか、太郎さん。同じ日本なんですけどね。同じ日本なんですけど、景気。ジャングルやんだって。はい、ああ、明るい。はい、着きました、電気。はいはいはい。だということで、確かにね。 漁師のは、漁師ネタにしたりとか、漁師の話は出すけども、実際喋ったことないっすよ。ちょ、来たな、何こいつ。お前、こんなやつおるよな。性犯罪者で。<laughs> 気<色あ> <laughs> ちょっと待って。<laughs> こんなやつが遅いこかなってくんの。うちで、ね。う,うううう。で、あの、ここなんかちゃんと喋られへんね ずっと、うー、うー、ううって。別に、その、チンチンも出さないの、ずっと体だけ当ててくんね。てんねうー <laughs>、うー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 、う <laughs> ー、う <laughs> ー、う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 とうー、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 うう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 う が漁師やってて、そこの海に遊びに行って、さ、うん、喋りました。はい。はい。あの、でかかったっすね。でかかったっす。あでかいんや。でかいっす。まあ、その人はな。その人は、<laughs> でかかったっすか。どんな感じというか <laughs>。どんな話すんのギャルさんはうんと、母親の、うん。 一番仲いい友達の息子が漁師になったって聞きました。話したことないです。ああ、あーまだ喋ゃれてないんや。だからそういうことやの意外と、近いけど遠い存在というか、漁師さんって。はい、僕はさ、その漁師の人だと飲みに行ったんですよ、漁師行やっぱ飲む、あの人ら、はい。もう、ビール飲んで開くじゃないですか。うん、開いたらなんか、あれー 息子さん、サボってんでしょって、どぶどぶ入れられますそれで完全に潰されます <laughs> よした。漁師やなぁ、漁師<し>やってんなぁ。で、その後スナックも行って、もう,もう覚えてないですよ、もう飲まされすぎて。で、音を聞いたら3時ぐらい飲んでて、その人はまた5時から海行ったらしい。え、それ飲酒運転ならんの、まあうん、船運転する人はちゃう人は運転してんのか、もしかしたら。 そこってよう考えたらさ、<や>そこってどうなんやろうな、はい、まだちょっと道路交通法ではないもんな、海で。船、そうやね、そうやね、船ないんじゃないもしかしたら、海って揺れてるもんやしさ、うん、そうよな、ただ、ちょっと気になるな漁師ってそんな生活してんねやなと思ったちゃんと、スナックで演歌歌ってるのだけ、ぼやっと覚えてるけど、おおみんな強いんやな強い、酒強い人が漁師にあるもんなんか。かなんか荒く,荒くれ者のイメージありますよね、なんか。 うん、で、でかかったです。ああ、やっぱでかいんや。<laughs> で、あの、前掛けと長靴履いてました、ちゃんと。あの、思ってる両親が、よくあり,や、ね、かりました。<laughs> それで、百歩神経は打たれたの百歩神経、いや、百歩神経は打たれて大丈夫でした。 売っ両師範のことでしょあれよかった。一瞬、あれどっちだったかなペドロみたいなやつはどっちだったかなと思って。ターちゃんに出てくる両師範ね。両師範ね。たっぷ真剣なやつね。かっこいいんですよね。めちゃくちゃかっこいい。ペドロがカラテカか。ペドロがカラテカで、純粋に弱い。純粋に弱い。純粋に弱い。で、ヴァンパイアになった瞬間に強なんで、むちゃくちゃ。あれは嫌やった。嫌でしたね。 はい、<え>そっか、俺も会ってみたいな、漁師の方に。会ってなまあそうよな、大阪でもその海のないとこやったもんね、我々が住んでたのは、だから、うんもっと南の方行けばその海があるから、漁師の友達とかできたのかもしれんけど。いらんよ。え漁師の友達とかいらんよ、別に俺は。<laughs> やめてくれる、<laughs> そういう話。ちょカットしといて、ここ。カットすること意味ないよ、カット。あの、2通しかないから。 カットされたら困るわ。さということでございました、ファンファンさんありがとうございました。ファさんありがとう続いてが本日のラストお命名でございます。いっぱい来ましたね、今き名はい。発狂尿道から溢れ出る情熱を胸に秘め、我々は今、時代に問う。今、風俗店の待合室からこのメールを書いています。あららら このメールが読まれる頃には、私の子種はもうこの世にはいないでしょう。<laughs> ですが、唯一生き残る方法があるとするならば、ジョーのあそこに子種を放出し、新たなる私の子孫を作り出すこと、もしくは、コンドームの中に一旦放出し、それを冷凍保存することにより、一時的に保管する。はい、この場合は、一時的な措置のため、数時間の猶予しかない。はい あなたならこの子種を生存させるためにどのような選択をしますか発狂ザ・小野さん<お>現行型人工知能・シリさん<お>ザ・小野さんはい旧世代型人工知能・タロウネ先生、はい、ワイルドなまろやかなマイルドさん<お>岡崎まろやかさん<お>津川まさひこさん <laughs> こんばんは何 <laughs> 世紀末放送局局長の JP ですはい、どうも。今我々 <JP> はデジタルで描くうんこの上手な書き方講座を毎週水曜日23時より行っております <laughs> そしてリスナーから創作依頼を受けた80年代に発売された伝説の某ロリータビデオの創作も行っております <laughs> あと一歩のところまで来ていますそして太郎さんが当時のテープを所持しているとの情報も得ました <laughs> いや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 、承知してない、してない、してない。太郎さん、なんとか例のビデオを譲ってはいただけないでしょうか。はい、もう、ない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 、そんな。原本とは言いません。せめて、ダビングしたテープでもかめません。はい、譲ってください。いいお願いします。はい、質問。はい、人生目標があれば教えてください。今後の目標でも、現在進行形の目標でも大丈夫です。賞<ー>レースで結果を残すなどの芸人目標ではなく、 個人的な目標でお願いします。人生の、うん、例えば、私の場合だと、設定した目標金額、過去、介護付き老人ホームに入所したとしても、さらに余裕ある生活が送れる金額を、60歳までに貯めて、60歳を迎えた時点で早期退職、そしてその後、うん、一切働かず、日々、趣味に向き合いつつ、隠居したいと考えて、今から動いています。うん、以上というふうに。動いて、ね、る。そ的やな。 JP っぽいな <laughs>。うん、まあね。まあ芸人なんて無計画の人たちがやる仕事やからね。まあそうっすね。我々の目標は、うんうん、死ぬまで美味しく飯食えたらいいかな。まあ、そ,そ,、まあ、それがに近いっすよね。うん、そんな老護施設入ってみたいな目標は、そんなしっかりした目標はないです。 ああ、そういうこと考えたら、老人ホームに入りたいと思わんな。思わないっすね、ちょっとね。おばあちゃん入ってるけど、そのなんか、わかんないというか、そのなんかね。うちはだって、いれへんかったもんな。まあ、ご家族からね、見て。まあまあまあ、見る人がいたっていうのもあったし。ねそれだとね、別に、でも、あはデイサービスとか言ってたけどね、おばあちゃん。我々もこの時ね、こう、 見とってくれる人がおるんか、誰もいないのか。もう山ですまへんみんなで。<laughs> 山好きですよ、山。水のきれいな山ですんでさ、はい。男3人で。<laughs> なんで、なんでこの 3, この3人でそうやで。嫌や,やって。家も3人で作ろうや。嫌や,やって。切り株作って。いい、切り株切ってさ、ほ <laughs> んで、まあ1階建てでええわ。なん <laughs> でも、あの、 ビッグワンルームでさ、部屋仕切るとかなしにしても3人でさ、チンチンとか丸出しでさ、毎日魚釣ろうや。釣った魚もさ、食べへんでさ、別にガリガリになってさ、3人とも。で、ゲームしようや、3人で。電気引っ張ってきて。公園から電気引っ張ってきてさ、いっぱいケーブルつなげてで、山ででゲームしようや。一人一人,人死んでってな。 最後の一人がまだマリカーしとこうや、ずっと。コントローラー三つつなげてさ。<laughs> ちょ、怖い話やん。なんか。<laughs> ほんでその、それ聞いてさ、保健所の人来てくれてさ、大丈夫ですかなんかもう連絡が来て、ちょっと、二人亡くなってるじゃないですかです最後、ずっとあのギャルさん一人でゲームやってて、ちょっとあなたってパッと触ったら、う <laughs> いや、そう、うじむ。お腹押さえて。そう、うじむやない <laughs> いや、そう、夫婦じゃなくて、だ大丈夫なんですか大丈夫。あ、大丈夫なんですね。じゃあ、早く、ちょっと、一緒に車乗ってください。うーん。<laughs> <laughs> で、ずっとマリカはね、レインボーステージやね。うん、やレインボーロードや、ね。レインボーロードのジャンプして、あの次の横行ってまうってずっとやってるね。ん <laughs> 悲しい。 悲しい三人いやな。悲しいというか、わけわからんもうこうなると。シュールですね。えシュールですね。シュールね。シュール、あなたはシュールね。私シュールよ。シュールね。これクロクターセカンドのね。<laughs> はい、なんか、あの、クロクターセカンドであのドア開けたら前だけなってて、<laughs> シュールねっていうね。なんかそんな話してたな,昔なんか。なんか本当は脱出できるはずやのに、できへんからね。<laughs> シュールね。 ええわ。えわ、はい、え。はこのシリーズも怖いな。目標は、あ<れ>なんか変な目標です。歳、えっと、年取ってもご飯をいっぱい食べれる状態でありたい。もういい、ね、食われへんは天ぷらとか言いたくない。もう90でも天ぷらを食う。です、ね、あうちおばあちゃんは100歳でも天ぷら食ってたから。あんまあ、油食われへんようになるとか,言うかね、油もんとかちょっとあれやっていうけど。油をすすっていくぞ、俺は大人になって、おじじになっても。うん 太郎さんはいい太郎さんはそうっすね。まあ、もう散々人に迷惑かけたから、人に迷惑かけたくないっすね。<laughs> 山行くやん、やっぱ。<laughs> やっぱ山行く流れ持って行ってるやんで、でも俺が山行ったらさ、その山の人らも迷惑するでしょ。あまあ、そういうことやな。<laughs> 太郎さん、もう死ぬんじゃん。<laughs> 死ぬ前のセリフやん。 かこの JP のこれもこういう作戦よ、こういう。あまあひょっとしたらねあ。あと何日何秒みたいなやつやってるの、このそれに近いの気がする。そういう流れに持っていく。じゃあ、このテンプラを進すすって言ったら俺は最強やな。テンプラす,するむ。テンプラをほんま、俺が,す,俺がす,する TV の可能性あるな、こうなってくるとな。テンプラす,するえなんてテンプラす,する テンプラスする筋肉当たるみたいに言ってる、うん、筋肉するねんてんすする。ええも別に。おすする TV 言うてもうてんねん俺。やる <laughs> さんはなんか漠然としてるすけど、なんかう<お>死ぬまでにバイク乗りたいなと思って。俺ら3人 俺ら3人さ、俺ら3人、アホする。<laughs> JP が真剣にさ、老人ホーム行くまでの介護の金を食べて、趣味に消せて,て、俺ら、人に迷惑かけないと、テンプラスすると、バイク乗る切って。<いや S 2> こんな感じや、爆相続でも、申し訳ないけど、一番。<laughs> 一番アホな、申し訳ないけど、ギャルやねこれ。1番でバイク乗りた <laughs> バイク乗るってよ。勝手にせやすかの、別に。別に。鬼爆やん。<laughs> 鬼バクやん、ギャル。ギャル爆やん、ギャルバギャルはもうギャルバカ。さあ、ということでございました。うんえー、JB さん、ありがとうございました。ね、ありがとうございました。 ということでございまして、本日は以上で終了でございます。はなんかたっぷりとやりましたね、なんか。まあ、ほぼ我々が喋り尽くしたという感じでございましたけどね。ね、そうでしたね。さあ、次回までにね、なんかまた目まぐるしく状況が変わっていくのかどうか。そうですね、またね、ライブも。ライブはまだいっぱいありますんで、あと、ビーチブのこととかも軽く言ってていいのか。まあ、お客入れがね、OK になったんで。11月から完全に入れるっぽいんで。 まあ次、もし運費やるなら、ちょっと客入れてやりたい客お客様入れてやりたいなと思ってますんで、11月は。ということなんで、またね、ビーチ部でお笑いできる日がやっと帰ってきたという感じで、もうすでに入れてる方もいらっしゃるので、ね、入れてるんでね、そし、うん、たらまた第何波とかがまた12月だったら来るかもとか言われてる、そうなったまたちょっと、ダメかなす、ね、と。様子見ながら、<え>まあだからこそはワクチンがやっぱ重要になってくるという感じでございますな。行<く>んあ何 ぎチチキ佐野さん編いやそうでねじゃ恥ずかしかった、ぎくーってネタ始まるからめっちゃ恥ずかしかった今やってみてはいありがとうございました。みなさんありがとうございました。ありがとうございます。やりますか？おやっとらお前何時はこれは。もうソウジュお前百二十回ぐらい出てきたやないかソウジュ何回出すねあれ合わせちゃうも出してるからお前ソウジュン。ソウジュン、ソウくんってそれが出てきたやなお前。なんやね何でそういんじゃお前これおい。 M−1 の日お前まだ何かあるかも浅草お前行ってたよなさんとかとあさん草行った浅草を写真載っけたさんの完全にメルトダウンしとったやないかメルトダウンしたよなんで浅草行った日絶対メルトダウンすんねん前も東洋館でゴルフとか出てた時中華1軒しか行ってるのにあの日もメルトダウンしとったしあの顔なんやねん あのメルトダウンした顔見てうわ、いやいや、まだちょっと焦点回ってなくてメルトダウンしてるわと思ってそのあと M1 の公式ホームページ見てお前さんの顔見たらあの顔もメルトダウンしてるやんけ、よ見たら M11 回戦メルトダウンしとったやないか、完全にメルトダウンで何てメルトダウンすんねんメルトダウンで俺ネタしてたメルトダウンでネタしてたよメルトダウンレペヤクザ なんでだかヤクザなんねんお前最後。なん <laughs> でデブヤクザにやんねん最後。いやスーツ着てたから、なんかスーツ着てたから。あの顔はもうならん。<え>あの顔はどうもならん <laughs> ほんまに。やらんとってくれ <laughs> 今後。ずっとずっと言ってくれやん。昨日からずっとしてるからな,勘なおー。勘弁してくれ。どうもならんわ。今年どうもならんあの顔は。<laughs>